ごめんねこれちょっとさあのもしかしたら多分一部の人にはちょっと関係ない話になっちゃうんだけどあのクックロちゃんがね多分今日からと私の前に7時と7時、19時とかに配信をしててでクッコロちゃんもクッコロちゃんであの,あの配信型の子だとあ多分思うんだけど結構あの割と頻度高めに配信していく子だと思うのねち,ょちゃんと話をしてないからちょっとお姉ちゃんのことよく分かってないんですけどそれでそのあのあんまり 私の配信が8時から撮ってあって、かぶるからって言って急かすようなことはあんまり言ってほしくないな <laughs>。私の配信で言うには構わないんだけど、クッころちゃんの配信でトベルちゃんの配信が始まるからそろそろ終わらないみたいな感じのコメントちょっとできればね、できればご容赦いただきたい。ご容赦に、あの、そのまあ、気持ち、だからそういう風に言ってくれる気持ちは本当に嬉しいんだけど、クッカーちゃんもクッころちゃんだし、私は私なんで <laughs>。なんか、クッカーちゃんがそ,のそういうところを気にしちゃって、そのたまたま 私の方が早く生まれたからってだけでそういう風になっちゃうのはちょっと私としても嫌だしお願いします本当にお願いします <laughs> ありがとういやー了解ありがとうございます本当トみんななんか普通に普通にありがとうなんか普通にそういう風に了解って言ってくれたらめちゃくちゃ助かります <laughs> そうねなんか私がその逆のクッコロちゃんの立場だったらって思っとねちょ,ちょっと嫌じゃん <laughs> 自分よりもたまたまなんか先にデビューした子がたまたまその,その時間を取ってて自分が配信したかった時間帯を取られててなんか被せちゃうからも 悪いなみたいな感じになってさ自分の活動が伸び伸びできないのは本当に私だったらすごいストレスなのでやっぱそういうストレスはあんまりそのね良くないと思う私だったら怒る <laughs>